消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、サブチャンもちろんで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、ヒロトです。今、緊急で動画撮ってるんですけども、自分がちょっとピッチングするので、ここでちょっとドッキリを仕掛けていこうかなと思います。はい、そのドッキリが。商売を投げてみた時、まあこれは理由がありましてですね、最近良平さんちょっと撮影試合などなどパスボールが多いなーっていうね感じがしましてね、ちょっとね今回はちょっとドッキリを仕掛けていこうのかなと思います。まあ、どういった反応できるのかあと楽しみですね、本当に。では早速やっていきたいと思います。はい、なんかじゃあちょっとヒロトが防具つけて受けてほしいみたいなこと言ってきたんで、多分実践にね、想定したことでやりたいんだろうなっていうので、ちょっと仕方なくつけたんで受けていきます。投げていきたいと思います。いや珍しいな、おめえから投げさせてほしい。いやちょっとピッチャー本当にやる気あるんで。パス大丈夫です。オッケー。何球ぐらい？20球で。オッケー、だいぶ投げる。はい、早速ドッキリをしていきます。じゃあ、ちょっと待って、ちょっと待って。まず最初は普通にストレート投げていきます。今日は本当にコントロールっていう本当に重視で。やべえ、いきなりか。タイガオ、ありがとうございます。めっちゃ肩痛い。おい、最初は普通にガチで勝負投げちゃいました。タイガオ、ごめん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 。カーブで、はい、めっちゃいいとこ来るな。まっすぐで、はい、正気でかい。マジすいません。握手したいって言われてない？まっすぐで、はい、あ、うめっ、あ、うめっ、あ、マジで安心。なんかあれじゃない、叩きつけてる感じあるからさ。はいはい、だから本来だったら叩きつけてる時は良くないけど、ちょっと上目がけてない。わかりました。あー、いいトップだ。いいトップにして離れすぎてるけど、もう一回カーブ行きます。オッケー、高っ。ルール的にダメじゃない？ナイストップ。いや、今のボール良かった。まっすぐ行きます。オッケー。あー、まあまあ、高っ。まっすぐ行きます。オッケー。うわーやべ。うわーやべ。うわーやべ。ボディボディ。
ブ行きます。オッケー。だいぶ前でワンバーしてるから。ああ、そうそう。進化。はい。インコースね。インコース。めっちゃ良かった。いいボールなの。もう一回行きます。はい。どんな止め方で。はい、ゴー。あ、抜けるよりかはいいけどさ。うわ、いいキャッチャーだわ。いいキャッチャーって言う前にお前ストライクだけど。あ、次行きます。はい。お前もう20以上投げてるぞ。あ、OK。 ラストで OK。 今日のヒロト君、あれあれのボールでした。あ、疲れた。はい、お疲れ様です。お疲れです。ひでえな、今日のピッチング。今日ひどいかったっすね。やばかったわ。だいぶベースの前でワンバンするマジかよ。ほんとやばいな。リリースポイントがマジっすか。うん、だいぶ前っすか。でもほんとにバッターボックスの最初のラインより前なんじゃないって。マジか、やばいな。あれ試合でやられてたら。なるほど。だね、あの練習だからさ。練習だからね。スッてやってたりとか、まあまあ寛容な気持ちを持ってキャッチャーやってたけど。実ははい、この企画ドッキリでした。何の。まあ商売多め。はい。いじめね、それただな。これただの後輩が先輩をいじめてるとか。あ、そう、それで商売多かったの。そうなんですよ。やられたわ。まあまあ単純に商売があの本当に調子悪くて商売重いのかなと思ってちょっと心配になった面もあった。こっちはマジか。まあ普通に投げれます多分。まあいいボールもたまにいったから多分投げれるんですよ。今日は本当に普通なんですよ。はいはいはい。なんでわざと投げました。最悪。え、そういうことだろ。俺も本気でちゃんと商売止めに行けよかったわ。だからこういう時にまあ実際商売をちゃんと止めれるかっていう。え、俺が最近サボってるから商売止めんの。そうなんですよ。試合でも本当にしっかり取ってないから。サボってるから。そうね、ランナーいないとね。本当にサボって取ってるからね。ランナーいる時しかブロッキングしないから。うん、まあ本当にまあ練習の練習になってるから、まあまあ実際どうなのかなと思って。こいつ後でボコしときます。まあ俺のため思ってくれた時だった、ね、そうですよ。まあ両平さんのためにやってる時だから当たり前じゃないですか、はい、そんな、はい、先輩思いなんで、はい、多分裏でボコされます。はい。はい。というわけで今回は両平さんにドッキリを仕掛けてみました。はい、はい、あのしょうもなかったけどまんまと引っかかりました。はい、もう本当に今さんもね、練習の練習じゃなくて本当に試合の練習を本当にやってみてください、ね、すげえ積極化なってる。というわけで、はい、この動画が良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ドッキリ大成功。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。